左の脇屋に左のピッチャー篠原、そしてジャイアンツは昨日入団新戦力高橋慎二がコールされました。昨日入団関係を行っています。1試合でも多く、チームの勝利に貢献できるようにこれから、一生懸命僕らしくはつらつとプレーしたいと思っておりますので、どうかお手柔らかによろしくお願いします。東京ドーム大歓声が沸き起こっています。高橋由伸のタオルを折り曲げて高橋慎二に声援するそのファンの姿もあります。トレードでジャイアンツに加入しました高橋慎二、新加入初打席です。大慎二コールの東京ドーム、初球から振ってきます。新谷さん、はい、その高橋なんですが、今日は今までの野球人生で一番緊張していると話していますね。そうですか。そして結果を残して初めてジャイアンツの一員だと思うので、早く結果を出したいと。そして原監督からは、今までやってきたことを信じて貫けという言葉をもらったそうです。はい、その結果を出すにはうってつけの場面が来ました。ワンアウトランナー二塁一塁、鈍い音がしてショートゴロ、ダブルプレーは全力疾走で阻止しました。移籍後初打席はショートゴロです。ここまではご覧のスポンサーの提供でお送りしました。引き続きご覧のスポンサーの提供でお送りします。立浪さん、ただでさえ緊張するであろう代打ですから、はい、その緊張というのはさらに高かったでしょうね。今日はね、特にそういう巨人に来て初めての打席ですからね、ただ初球から思い切って振ってきましたからね、はい、彼の持ち味は非常に思い切りの良さですから、今日はちょっと強引に行ってしまいましたけど、右に打つのも非常に上手い選手ですし、右に長打が打てるバッターですからね、はい、移籍後初打席、務めを終えて戻りました。ダイソーは藤村が送られています。